二人の血の間には、誰も入ることはできぬ。こんにちは、こんばんは、葵です。北斗の拳、世紀末救世主伝説、12回目、始めます。さて、いよいよですね、第7章、来ました。なんと最後の章。はい。誰なんだ？うん。誰だかわかんないよね。僕もね、まあ、原作の漫画読んでた当時はね、全くわかりませんでしたよ。うん。びっくりしましたね。それでは、いきます。悲しき定めが、兄弟を対決の地へと導く。そこには、同じ道を進んでしまった兄弟の非情の結末が待っていた。もしやこれはご両親の？そう、ここは私のふるさと。私はここで生まれ育った。この墓は私の墓なんだ。それじゃその間のお墓は？私の実の兄が入るべき墓。お兄さんが？大変だ。あ、いないと思ったよ。向こうにでっけえ馬の蹄の跡が。ありゃきっと国王号だぜ。ラオウがここに来た。もうすでに裸。ケンシロウ知らないのかな。やはりここに足が向いたか。宇都宮健二さん、父と母が私たち兄弟を引き合わせてくれたらしい。え？やはりあの二人は本当の兄弟。早いものだ。そういうことなんだね。ここで師父龍拳と出会い何年になるか。ラオ、あなたは師父龍拳の想像を超え強くなりすぎた。そしてその野望も。来るか、時。ケンシロウ、これは私の逃れへの宿命。私の魂はお前に残そう。あ、そうか。そしてこの肉体は、ラオウとの死闘に捨てよう。まず時と戦うんだ。時。ケン、止めることはできないの？でき。二人の血の間には、誰も入ることはできん。行くぞ、時。後悔せぬか。自ら望んで選んだ道、ためらいもない。それでこそ我が弟、時。ならば互角の戦いができよう。まあ、実質時が最強だもんね。誓いの時は来た。今こそ私はあなたを超える。それでこそ我が弟、時。ならば互角の戦いができよう。よし、実の兄弟対決だ。あ、ちょっと待って、そうか、時だったんだ。時は癖が強かった気がするな。やばいやばい、ちょっと、ちょっと前出てきた時ね、めっちゃ苦労したんだよ、ラオス戻った時。ちょっと待って、やり方覚えなきゃ。当たら。ちょっとこれは苦戦そう。あ、意外といける。ちょっと暴れよう。あ、ちょっと、うわー、痛い。あ、意外といける。あ、でも離れよう。怖いわ。あば、よっしゃ、接戦だな。あ、ちょっと、あ、これ効くんだ、意外と。意外とこのモーションいいのかも。あ、外れた。離れたい、離れたい、離してくれ。あ、意外と、でも離れて。おっしゃ、いいぞ。もう一回離れる。ラオウは強情放ってくるかな。まだこの頃使えないから。
やばい、いけ、あ、必殺のエフェクトこれだな、どうも。あ、ジョブだ、うわ、いて、飛んで、来た、まだだ、行ったんじゃない、どうだ、分かった、やめた、離れたい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 、起きないで、起きないで、あれ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 、よし、いった、難しかった、いけ、流れるような、さらばラオウ、あ、無双技、無双印刷、気配を読み、殺気との間合いを見切り、無意識無双に繰り出される必殺の剣、死を思うゆえ敵との間合いを恐れ、されど我が剣は無意識無双ゆえ間合いもなく隙もない。なるほど、やはりこのままでは、時よ、このラオウを目指したのであれば、なぜ非常の剛の剣を学ばなかった、剛の道に踏み込めなかった貴様の優しさが命取りになった。時は銃の剣、もはやこの勝負見えたわ。忘れたから、おう、私があなたの全てを目指していたことを。トキ、王は俺の剛の剣を、私はこの剣を最後の戦い、すなわちあなたとの戦いまでは使わぬと誓っていた。剣を見よ、見えるはずだ、調整が、なんと我が頭上に調整が、時の天賦の際がラオウの調整を呼んだ。二人とも見えるんだな。神にすらこの宿命の対決の勝敗は見えぬ。さあ、宿命の幕を閉じよう。ラオウ、よかろう、見事この兄を超え、この剣王の野望を打ち砕いてみよう。やっぱ時ナンバーワンだな。あ、半分しかない。何ぞ時、とりあえずこのラオウを倒したくば情けは捨てよ。戦い方変わるかな、これ、これ、これ、あ、いてーよ、いてーよ、おっしゃ、ちょっと待って、ちょっとでも、あ、分かった、今後ろ向いとったよな、あれがさっきの無双、無双技な、あの無意識の銅とか言ってたやつだな、あ、いて、ちょっと後ろ向いとんの、おっしゃ、これ効くな、時の殺、あ、ちょっと、あ、でもさ、やめよう、離れよう、離れよう、さっきの技ちょっともう一回見たいな、ちょっと遠すぎる、これ怪しいんだよ、これ、うん、わざと後ろ向いちゃうんだよね、よし、これは絶対効く、でももうちょっと体力ないな、よし、最後の見たいな、見ときたいね、一撃でついちゃうな勝負、これ、あ、やられた、惜しかったな、
ケンシロウが呼んでくれた。しちゃおせい。まだ死ぬには早い。おっしゃ、ちょっと一旦離れよう。はい、どんどんどん、いける。コマンドが一緒になった。あ、ちょっと離れるわ。よし、いける。あー、やっぱ離れるな。くそ、いや、いける。よし、いける。離れないで。最後何だったんだろうな。一回目と違ったね、コマンドが。あー、痛い。あー、いった。最後左だった。天照百裂拳、かっこいい。ぐはー、さらばラオ、今こそ約束を果たそう。はっ、あー、勝った。いや、やはり市長制は時の頭上に落ちた。泣いてる。また気づかんと思っているのか。お前のこの剣の秘密を守る名前を見せ、自分の剣がまだ俺に勝てたかもしれんの。哀れ時、幼き頃より俺を追い続け、非常の宿命に生きてきた我が弟よ。アミーバみたい。徐々に弱りゆくお前の剣では我は倒せる。その上に抜かれていることも知りながらお前は、時、お前の命を奪うのは俺ではなかった。そう、病がお前の命を奪った。ありあまる才能がありあまる、うん、僕とも呼んだ。病に生涯で流す最後の涙となろう。さらば我が生涯最強の敵、さらば我が最愛の弟、これがお前の目指した兄ラオウの剣だ。時、なぜか。
体を厭えよってセリフがね印象深いよね。もうこの辺りでもうラオウが好きになってたよね。バット、あ、追われてる。剣と打ち合う場所まであとちょっとよ。変態さんがいる。ガキども、逃げ切れると思ってんのか。とっ捕まえて売り飛ばしてやるぜ。もうちょっとで剣に。あ、ビータンが。変態や。お、え、な、なんだ急に暗く。あ、この人は子供相手に感心せぬな。え、なんだの野郎。うわ、な、何しやがる。でかい。何ぬね、何ぬね。逃げろ。それにしてもさ、すげえ強いじゃねえか。伊達にでかいってわけじゃねえんだな、バットったら。悪党にいじめられてたんだよねこれ。いいんだよ、素直にいい。この人ねえ、ケンに会っていってよ。おじさん命の恩人なんだもん。ケンってやつもやったら強いんだぜ。ほら、あの辺りで落ち合うんだ。2メーター30ぐらいかな。その男、野党に襲われているところを助けてもらったの。そうか、私の名は山の不動。あなたを探しておりました、ケンシロウさん。飯塚正蔵さんだ。なんだって。俺を、我が主、なんと六星剣最後の将があなたをお待ちです。何、なんと最後の章。我が章、永遠の光のために。その永遠の光のため、我ら五社星は剣王打倒に動いております。五社星来た。五社星、すでに火と風はラオウ軍勢の前に散りました。やられちゃったんだもう。雲もラオウの元に向かっております。残るは我が山の軍団と海のみ。最後の章とは。それは なんとすでに剣王の部隊が動き始めている。話は後です。てかヒューイとシュレンやられちゃったんだもう。あー、ちょっと待って、体力。あー、貴様らケンシロウに引き継がれてる。先へは行かせぬ。これは困る。剣王配下、長槍騎兵の死の特攻を受けるがいい。ちょっと待って。やめておけ。そんなもので俺を倒すことはできん。いや、倒されるよ多分これ。ケンシロウのエフェクトをなめんな。ちょっと見えんぞ。ちょっと待って、痛い痛い。ちょっと見え、長槍騎兵だな。危ない危ない。ちょっとカメラが手前のやつが見えん。まとめて。あ、やばいやばい、ちょっと逃げる。あ、ダメ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 。見えんぞ。ちょっと見えんぞ。あ、鉄砲でいくか。なんか適当に固まってるところババッていっちゃえ。あ、危ない危ない危ない。あ、痛い。ちょっと回復したい。赤いやつ出てこないかな。ちょっと待って、困るなこれ。ちょっと時削られすぎたな、やっぱ。いや、狂気だよこれ。危ない危ない危ない。おお、やっと死んだ。ちょっと回復が欲しいよ。ほっ、まとめていきたいな。よいしょー、こんな感じ。いいね。ただピンチには変わらんな。しかし、これ楽しい。あ、バイク来た。遅い。バイクはやだ。バイクやめろ。バイク天敵、バイク天敵なんだよ。バイク天敵だから。あ、バイクはジャンプで。危ない。ちょっと
っと待って、くそ、これダメだこれ。あ、赤いやつ、赤いやつ、たぶん、よし、わかんなかった、曲がってんだもんな、ずるいよ。バイクごときにケンシロウが伝承者ぞ、もはやこれまで。伝承者、今からラオウを倒そうって時に、まだ来るな、やばい、バイク強敵だよ、ちょっと待って、見えし、走ってない、ああ飛び蹴りでいけるんだ、よし、バイク、よし、バイク2000だな、やっぱ、わお、あ、ちょっとこいつひどいひどい、リーチ長いんだよ、お、またバイク来た、バイク優先、どこ行った、バイクどこ行った、わお、見てない、よし、めっちゃ削られた、あ、よし、こいつが最後じゃん、終わりだ、めっちゃ削られちゃった、不動よ、これ以上誤射の男を使う必要はない、俺がラオウを倒せばそれでいい、お待ちください、我らが将に会うのはあなたの宿命、何、なんと最後の将に会った時こそあなたは最強の男になるでしょう、どういうこと、最後の将と、ケン、ケン王の部隊がこっちに向かってくる、ケンシロウさん、ここは私に任せてあなたは我が将のもとへ、なぜこれほどの犠牲を払ってまで、そうだよね、俺を最後の将に合わせようとする、あなたに会えばあのお方の悲しみに沈んだ顔に微笑みが戻りましょう、そしてあなたの宿命の旅もそこで終止符が打たれるかもしれません、何、さあ早くリンコバットを、この私が命に代えてもお守りいたします、ケン、行ってあげて、きっと深いわけにあるのよ、私たちは大丈夫だから、わかった、頼んだぞ、